ジャック・フィリップ・ド・ショワズール・スタンジャック・フィリップ・ド・ショワズール・スタンはフランス王国の貴族、軍人。1783年にフランス元帥に除され、1786年に兄のエティエンヌ・フランソワからショワズール・スタン公爵とドンマンジェ男爵の称号を継承した。ジャック・フィリップ・ド・ショワズール・スタンは12世紀以来という古い家系であるショワズール家の出身だった。彼は マリア・テレジアのオーストリア軍に従軍、竜気兵連隊の隊長を務めた後1759年に、聖イ・シュトバーン騎士団団長、神聖ローマ皇帝フランツ一世の自重、軽気兵連隊の大佐、少将、中将などと昇進した。1760年、神聖ローマ帝国における称号を放棄、中将として、フランス軍に従軍して、ブロイン元帥の指揮下に置かれた。その後、 7年戦争の終戦までドイツを転戦、フランス的弾兵連隊などを指揮した。1770年、ドレーヌの州知事に任命され、1783年6月13日にフランス元帥に上された。1788年、アルザスの州知事に任命された。1786年2月2日に国王騎士団の騎士に上され、 同年にスタンビル公爵という名誉称号を得た。1789年、ストラスブールで死去した。娘のマリー・テレーズは、モナコ港、己三世の次男、ジョゼフ・ド・モナコと結婚した。ありがとうございます。